どうもこんにちは、ヨヘイです。今日はですね、アメカジ狂い5月の購入品紹介になります。今月購入したのは1点になります。そして今月購入したのはですね、なんとデニムパンツになります。まあ、現在ですね、あの色落ち企画でジェラードの 301EWX と 407EWX をね、1年間履くとね言っておきながらパンツを買ってしまいました。で、今回ね購入したのはこちらになります。はい、こちらですね、ナイジェルケーボンのレイルマンデニムパンツになります。すでにねお持ちの方でしたらね、少し今更感がね、あるかもしれませんが今回ですね、今月私はこれをゲットしました。で、今回も同様ですね、このアイテムのことについて少し話した後にコーデを2パターンお届けしたいと思っていますので、お時間ありましたらぜひご覧ください。では行ってみましょう。はい、そういうことでね、今月買ったのは改めて、ナイジェルケーボンのレイルマンデニムパンツになります。やっと買うことができました。あのこのパンツって本当売れ行きがよく、まあ、かなりね足が速くて個人買いしたい気持ちはねあったんだけど、まあ、やっぱお客様優先なのでなかなか買えず、まあ、やっと買えるかなってくらいに落ち着いてきました。まあ、そんなね人気を見せるレイルマンデニムパンツなんですが、フランスのレイルマンですね、あの鉄道労働者が1920年から30年頃に着用していたとされたヴィンテージデニムを再現した企画になります。まあ、形はね全体的にこう太めのシルエットに股上が深い形が特徴です。まあ、シンチバック、サスペンダーボタン、ベルトループの3種盛りなんで、まあ、年代はね20年から30年頃だと思います。まだねどうねこう調節機能を使って合わせていこうかって、ね、決めてないんですけども、やはり、まあ、サスペンダーがいいのかなっていうふうに思うんですが、まあ、いろいろとね、まあ、ベルトも使ったりして、合わせるか、まあ、コーディネートの、ね、合わせ方によってね違った展開もできるのかなと思いますので、このパンツの良さはねそこら辺かなと思います。で、一方なんですけども、生地は1940年代の大戦期に作られたものから着想を得ているようです。まあ、映像だとね分かりづらいんだけど、あの、ね、触り心地がねかなりねザラザラとした仕上がりになっていて、まあ、どうやらこの生地に使われている縦糸は均等な大きさの糸ではなく不均一な糸幅のものをあえて使用しているそうです。まあ、それは、まあ、大戦期ではね、やっぱ物資がね、安定して供給されなかったため、今ある糸をね、使用して製作していたとされているので、まあ、それを再現するために、このような仕様になっているようです。まあ、そういったね、生地を再現したいということですから、作り手さんはね、結構大変そうですよね。どのバランスでね、縦糸を太いものを選んだり細いものを選んだりってね、こう組み合わせていくのがすごい大変そうだなって想像して思うんですけども、まあ、ナイジェル・ケーボンさんのこの生地を作りたいんだというね強い気持ちから旗屋さんとの協力があり、まあ、この生地が出来上がっているそうです。まあ、ディテールから生地にまで、まあ、こだわりを見せるレイルマンデニムなんだけど、まあ、私自身ね見て感じるのは、まあ、もし仮にこのデニムの仕上がりがね100% に近いものだったとしたら、やっぱ昔のものってね、こう今よりも洗練されてないはずなのに、まあ、なんかなぜかっこよく見えるんでしょうねとねとても不思議です。なんか完璧じゃない方がかっこいいという価値観ってかっこいいなっていうふうに思いますね。で、レイルマンデニムパンツをね、気になっていて、まだ買ってない方に向けて、これはね、伝えておきたい情報があるので、これだけお伝えしたいんですけど、まあ、ウォッシュ前とウォッシュ後の動画をね、残しておこうと思います。まあ、このアイテムはですね、生デニムの状態で納品されるので、まあ、このような状態に入ってくるんですよね。まあ、これでね、試着したとしてね、やっぱちょっとわかりづらい。わかりづらいんで、まあ、シルエットが太いのに加えて、まあ、糊がついてるから、かなりね、ちょっと今、その、暴れている状態だと思います。で、ウォッシュ後だと、こんな感じです。
海苔もねかなり取れて、まあ、こんな感じにすっきりとした印象になります。まあ、ウォッシュ後のね寸法も合わせて乗せておきますね。まあ、前後比較してみると、まあ、全体的に詰まっていますけども、まあ、股下がね一番詰まっている結果になっています。で現時点ね私の考えだと竹揚げもね不要なほどにね短くなったので、まあ、ロールアップなどしてね合わせていこうかなっていう風に考えています。はい、とまあねウォッシュ前と後をね、伝えさせてもらいました。まあ、購入検討されている方はですね少しでもねサイズ感の参考になればと思います。はい、そんな感じでですねこのデニムを使用したコーデを2パターンお届けしたいと思います。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。やっと購入することがねできたんですが、まあ、ジェラードの色落ち企画をやっているので、まあ、なかなかね出番はなさそうな気をしているんですが、今後出すね商品紹介の動画などの時に、まあ、コーディネートとしてね使ったり、まあ、お店のインスタグラムでのコーデの時に、ね、使用したり、まあ、休日の時はジェラードをねサボって履いたりしてみようかなと思います。はい、まあ、ということなので、まあ、概要欄にお店のインスタグラムの URL なども貼っていますので、そちらもぜひねフォローしていただけたらと思います。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。